はい、皆さんこんにちは。今回はチュートリアルではなくてマップを作ってみたんで、それの紹介みたいなものですね。で、これが作ってみたマップで、かなり狭いんですけれど、ちょっと試しに作ってみました。で、ちなみに全部無料の範囲内で作ってあります。で、この地面のカレーダーとかも配置しています、自分 で。この水たまりですね、この水たまりも自分で簡単に作れます。で、草とかも自分で配置しています。これ骸骨なんですけれど、これデカールってやつで、こういう壁とか地面に貼り付けることができます。で、もちろんこの岩、壁というか岩ですね、を、自分で、こういう風に好きに配置しています。この煙と炎に関してはもともと UE4 に入っているものを使っています。あとこの太陽の位置とか、ずらしたりして、夕方っぽい感じ、夕方、ちょっとこういうオレンジ地味た色が欲しかったんで、そういう感じにしています。あと軽くフォグつけていますね。ほとんど見えないですけど、で、この無料に使った、このアセットを、紹介します。で、それがこの、キュイセルブリッジってやつで、これ、アンリアルエンジン使ってる人は皆さん無料で使います。これ、メディアスキャンズっていうもので、知ってる方いるかもしれませんけれど、エピックゲームズの、マーケットプレイスのこのフリーのとこのメディアスキャンズで、このエピックゲームズからでも、いろいろ無料で取れたりするんですけれど、このメディアスキャンズでフィギュアスキャンズってやつはクオリティが結構高いんですけれど、マーケットプレイスから取るとなると、1個、ものによったら30ギガとか、あります。で、ただこのキュイセルブリッジっていう、これソフトウェアなんですけれど、これを使うと、個別にダウンロードできるんですよね。で、好きなやつだけそこからさらに、UE4 に取り込めると。で、さらにこっちの方がものすごい種類あります。あると思います。今現在で言うと1万4千個ぐらい無料で使えますね。で、これ UE4 じゃないと多分無料じゃないんで、ここにフリーってあるんですけれど、これがそんなの通り、誰でも無料で使えるものなんですけれど、UE4 のアカウント持ってる人だけ特別に全部無料で使えます。もちろん、半永久的に無料だと思います。なので、興味ある方は一度使ってみてもいいと思います。概要欄にリンク貼っとくので、ちょっと、覗いていってみてください。これ草ですね。草もものすごい種類あります。あと、日本のものもあったり、こういうゴミ袋みたいなのもあって、面白いです。これがさっき使った、岩ですけれど、岩だけでも凄まじい種類があって、この岩の大きさ、ここのところに、大きさ出るんですけれど、これ21メートルぐらい、高さが 4.56 メートル、ものによったら十何メートルのものもあります、ね。なので、興味ある方は一度ちょっとインストールしてみて、遊んでみてもいいんじゃないでしょうか。今回は、マップを作ってみて、その使ったアセットの紹介をちょっと軽くしてみました。今回は短いですけれど、以上になります。もし応援して、くださる方がいたら、チャンネル登録とか高評価ボタンの方をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またお会いしましょう。